皆さんこんにちは。気になるを好きになる東北学生メディア If I Am のお時間です。今週の配信は If I Am メンバーの学生としての日常や視聴者の皆様からのお便りを紹介する If I Am ラジオです。定期的に配信している動画より少し長めのお時間となっておりますが、最後までお付き合いください。パーソナリティは宮城大学2年の梅田優也です。よろしくお願いします。そして今回一緒に皆様のお相手をするメンバーは、はい、私丹野愛理奈です。宮城大学2年生の事業構想学部事業計画学科に所属しています。はい、同じく宮城大学事業構想学部事業計画学科2年の小松遥です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回の配信は、この3人でお送りしたいと思います。イエーイ、まあ手元にね原稿があるからちょっとかしこまっちゃってる感じはしますけど、こうまあ楽しくワイワイと配信を進めて、配信じゃない収録を進めていきましょう。はい、はい、じゃあまだ原稿がありますので、レリナさんにまずこの If I Am という団体がどういう団体かを説明していただきましょう。それではよろしくお願いします。かしこまりました。説明させていただきます。If I Am は仙台を中心に活動している東北学生メディアです。東北在住の学生が伝えたい今を発信していて、ご当地の魅力やイベント紹介、町や観光拠点を使ったゲーム、社会への問題提起など何でもありです。毎週土曜日の夜8時に動画配信、月末には生配信を YouTube で行っております。動画だけではなくブログや Instagram でも発信していますので、ぜひチェックしてみてください。おー、言えた。すげー綺麗に言えた。言えた、すごいすごい。なんかこういう読むの得意なの？そういう放送部とかには入ってなかったんだけど、うん、朗読が好きだった。あの国語の時間に読されるあれがとても好きで、小さい頃から絵本を読み聞かせしてたから友達に。おー、すげーな、すげー。友達に培われた。すごいね。頼まれてもないのに自分から初めてねって言ってちっちゃい頃から培われた。そうです、なんか才能みたいなもんですね。見るの好きですね。ラジオって2人とも経験ありますか？ないです。ないです。おー、じゃあ今回はまた OT さんと一緒で初めて。初めてですね。そうですね。ということでこの収録長引くんですよ。あら、あらら。あの30分の、まあ、一応決まってはいないんですよ。30分の枠っていう風に考えてて、まあ、1時間 のなんか再生時間を見るとちょっと遠のくかなみたいな風に思って、まあ、30分ってしてるんだけど、収録が前回はもう1時間で、確か再生時間が39分とかなんかそこら辺盛り上がったんだね。そうそう、だいぶ盛り上がって、でもガンガン削ってあれなんで、多分今回は3人ってことでその2倍くらいになるんじゃないかなって。あ、確かに。そっか、前は2人だったから。そう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 、うん、まああとちょっとこっから何話そうかみたいなまあでも今回は3人なんで、パッパとなんかこう収録が進むのかなとちょっと期待もしております。頑張ります。では頑張っていきましょう。はい、配信が6月の10日だね。10日を予定しているんですが、まあちょうどいい時期なんで、うん、一応24時間配信の振り返りみたいなものを、そうですね、画面の前ではできなかった振り返りみたいなのをちょっと私たちでしていこうかなというふうに思います。まあしていきましょう。はい、はい、じゃあ今タイムテーブル出しますね。はい、はい、こちらですね。懐かしい。すごい懐かしいね。すごい懐かしくなってる。うん、なんかもう1ヶ月くらい前になっちゃうのかな、多分このラジオの配信。確かに。ああ、そうだね。日から多分1ヶ月前になって。あらららららら。エリナさん、今回24時間配信の空気に触れるっていうか、はい、24時間配信参加すること自体初めて、ね、見たことも去年はなかったので。おお、なんかどういう印象、24時間配信。いや、まず何を配信するんだろうっていうところからですかね。普通の24時間なんかそういう長い時間でやってるテレビはいつも感動ものが多かったりとか、チャリティー系とかのイメージが強いんですけど、あまりこうチャリティーっていう部分には If I Am
まあ、震災関係はあるけどチャリティーなイメージはあんまりなかったので、うん、エンターテインメントで24時間全部つなぐのかなっていう、まあ確かにそうだよね。やってみたら実際そうだ。なんか某ね、なんちゃらテレビの何十四時間配信はね、何十四時間配信はなんか、ね、まあ真面目系って言ったらあれだけど、そうそう、だいぶ感動ものが半分以上、私も去年見てちょっとうるうるしながら、なんかそういうので、まあ、枠を埋めれるって言えばあれだけど、うちはね、このなんか今タイムテーブル見るとほとんどふざけてるよね。ふざけてるっつうかもうバラエティ一色で、まあたまになんかドキュメンタリーっぽいやつとか、うん、真面目なのもたまに挟みつつの大筋はバラエティ、うん、なんかやりたいっていう思いもあったけど、うんうん、大丈夫っていう感じもちょっと心配ではあったかな、うん、なんでまあよく24時間配信できたなっていう感じですよね。大きな事故もなかったので、うん、そうそうそう、とてもスムーズに進んでてよかったと思います。うん、お二人は24時間配信、まあ、今回スタッフ側で参加したわけなんですけど、なんかこう印象に残った企画ってありますか？やっぱこう初めて梅ちゃん家に行かせてもらった梅ちゃん家の食卓、うん、なんか後で自分って見返してで見たらなんかあの撮影風景めっちゃカオスだなと思って、なんか面白かったな、夫婦みたいだったよね。みんなに言われる、なんかね、あの衣服の色といい、なんかそうそうそう、座ってる感じとか立ってる感じとか、なんかみんなになんか妙に落ち着きがある感じでそう、なんか家庭を切り取ったみたいな、自分見ててちょっと恥ずかしくなっただってね、あの動画見てもらうと分かると思うんだけど、ずっと同じ配置なのそう、そう、私が右で梅ちゃんが左、そうそうそう、ずっとそうだったよね。ご飯作ってる時もそうだし、うん、食べてる時もそうだし、ずっとなんか本当はやっちゃいけないんじゃなかったっけな、確か同じ構図でなんかカット入れたりとかっていうのはなんか本当はやっちゃいけないらしいんだけどそれ全編通して同じ構図だから会場は笑ってたよね。笑ってた。しかもなんか寒そうだなと思ってめっちゃ着込んできたらなんかすごいモコモコに見えちゃってちょっと嫌だったあとまあ両方ともメガネ、両方ともメガネ、あー、うん、もうコンビだよね完全に組めそうだね。そうだね、なんか2人でセット感がさすごい出てて目音漫才みたいな、うん、やだななんかね、まああの料理ね、うん、作ったわけだけど、ゲンタレのやつどうだった？いや本当に美味しかった。あシンプルになんか普通の焼肉のタレみたいな、そんな感じじゃない、魔法の調味料みたいな感じ。食べたかった。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しい。味の想像がつかない。味そのものになんか直結するわけじゃないんだけど、材料にリンゴとニンニクのペーストが入ってるわけで、出した時に分かるのね、そのそうだね、ペーストがしっかり残っててっつうか、トロッとしてるって、あこれだなみたいなのがもう分かるの。でかといって別にフルーティーではなくて、でもニンニク臭いわけでもない、うん、食べたい食べたい食べたい、今日持ってくればよかったね。あそのまま飲める、スプーンじゃないそうそうそう、なんかその万能性によってあまりにもこう有名になったから、バリエーションもなんか最近、うん、増えてきて、マイルドとか塩だれとか、うんうん、本当に焼肉のタレみたいな、そう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 、まあでもご飯にそのままかけても美味しいぐらいの、あそう万能さがあるんですよ。なんであのまあ宮城でも手に入れられないことはないので、うん、ああ売ってるんだ、うん、コープとかに普通に置いてあるんで、あのぜひ試していただければなと思います。はい、はい、じゃあエリナさん、なんか印象に残ってる企画ありますか？結構ね、はい、前半部分っていうか、うん、前半12時間部分は結構出てた気が、飛ばしてたね、飛ばしましたね、うん、出てた気もするんですが、なんかあります、はい、やっぱり私が MC を務めた唯一の、うん、エリナたかしの知らない東北ですね。お記憶に残ってるのは自分で企画をするっていうこと自体が初めてだったので、うん、それを24時間配信でやらせていただいたのはとても嬉しかったんですけど、うん、正直その細かい流れとかが想像がついてなかったので、うん、とても緊張しました。
あと声もかかったしね。あ、そうだね。そうだね、やばかったもんね。そう、誰ってなって、視聴者の方で見ていただいた方は分かると思うんですけど、今こんな声なんですけど、本当は配信24時間配信の時はもう本当にガサガサの声で、ひどかったよね。笑い声で面白かった。そう、カメラの前に出ていい声ではなかった。なんか天竜源一郎みたいな。そう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 、高い音出なかったもんね。スリムクラブ前田。あ、そっちの方がいいね。うん、かろうじて聞き取れるっていうかね。そう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 。あれなんであんな声になったの？あれは、あの、本番1週間ぐらい前に、うん、の夜9時半に、うん、突然ああなった。え、なんで？なんでなの？わからないんです。はい。何にもなんか思い当たる節はないんですけど、うん、その日の午前中と午後は普通に活動していて、うんうん、普通の声だったんですけど、本当に夜のその時間になった瞬間に、魔法がかかってしまったように声がおかしくなっちゃって呪われたんじゃないですか。それ謎だね。咳が出るようになって、で今も実はちょっと咳が出る。あ、まだ感知はしてない。感知してないんですよ。もう4週間ぐらい経つんですけど。へえ。調べたんだけど原因が分からなくて、別にそのストレスで声が出ない感じでもなく、うん、もう風邪っていう感じでもなく、うん、私も経験したことがないからすごくびっくりしました。なんか声変わりの時期なのかな。あ、変わった。変声期かな。変声期かもしれない。でも戻っちゃったよ今声。だからなんかあのね、ポケモンがあの進化するときにさ、キャンセルできるみたいな。B ボタンがキャンセルたんだ。B ボタン。そうそう、喉のね、声変わりがちょっとストップしちゃった。ストップさ、逆に助かったよねそれ。でもまたレベル上がったらさ、やだ。どんどんこうなんか低くなっていくかもしれない。永遠に19歳でいきたい。そうですね、エリナ・タカシの知らない東北、うん、もういろんな人が東北の良さ紹介してくれて、本当にエリナの知らない世界だったので、こう結構、あ、エリナそれ知ってたみたいなのだとあすごい雰囲気になる。なんかね、あのあ、そうなんですかみたいなね、結構知ってたみたいな。そうそう、作る反応を作らないといけない。そうそうそう、本当に知らなかったからナチュラルな反応ができた、うん、あ、なんか良かったと思います。なんか印象に残ってるプレゼンあります？どれも良かったけど、私はゆるキャラかな。あ、ゆるキャラ、なんか、ね、あの設定がすごい重いとか、なんかさ、あのたまにすごいネジ外れてるやついるよね。いる。あ、ゆるキャラの中で、ね、そうそうそう、こう見た目が割とシンプルで、あ、公式的だなっていうイラストのゆるキャラでも、うん、設定を除くと結構カオスな時がある。そうだね。サイトによってはさ、まあ意味がわからないって言われるけど、ちょっとやばいんじゃないのこのキャラクターっていうくらいのプロフィールが載ってたりするので、皆さんもぜひチェックしていただければなと思います。はい、はい、いやでもその後結構いろんな企画を今までやってきたね。企画の一個一中にも企画があったりとかするから、うん、実際細かく分けるとかなりのコンテンツがあったね。あった。だから24時間あっという間だったんだろうね、うん、きっと、うん、早かったかな。なんか他にあります？印象に残ったやつ。私個人的に面白かったのは、うん、なんで私がまだ東北大に？あれはすごい面白かったあれは企画として大丈夫なのって感じするけどねそう、やっぱエリナすごいいい味出してた、うんうんうん、ありがとう。でもね、裏の話になっちゃうんだけど、うん、あれその原稿を見てたじゃないですか本番、うんうん、そのニュースキャスターみたいに読み上げるために、うん、あれはもう始まる直前に渡されたんですよ、あれだからこうちょっと原稿を覚えてきて頭に入れてニュースキャスター風に読んできてではなく、うん、これを今から読んでぐらいの本当に直前に渡されて、あの今までこの企画に出てねって言われても、うん、何をしたらいいか全然分からなくて、本当に私準備しなくて大丈夫なのかなって思ったんですけど、不安だらけだった。不安だらけで私ここにいていいのかみたいな。そしたら紙を渡されて、これを読んでって言われてザーッと書いてあって、天竜源一郎が読みました。結構さ、この企画キレキレキレだったよね。もうよく笑わないで耐えれたね。いや笑ったよ途中下向いて
だってあれね、やばい、隣にいてさ、あれだけ真顔でさ、あのなんかこう次ってこう振るのやばくない？うん、あのもう私が振らない限りずっと永遠に一つの項目で喋り続けるから振らないと振らないとばっかり考えてそうそう、3人の先輩方はもう、そう、すごい喋る、すんごい喋るからこれ企画として大丈夫なのかはまあね、うん、もう終わったことだからだけど、これ大丈夫なのかな、あの、うん、お二方っていうかあ、確かにこれをね、来年も同じ企画をやらないようにことを願う、ね、うん、うん、しないとやばいよ、やばいね。またね、私たちがね、この企画みたいになんで私がまだ宮城大にとかうん、それもね、やらないようにやだな、頑張りたい、やだ、絶対やだな、絶対やりたくないな。でも実際にやるってなったら結構ドヤ顔で語りそうでも理由的な、だってさ、この企画のまた面白いところでさ、まあイフアイアもこう長年見てる方はさ多分覚えがあるかもしれないんだけど、2年ぐらい前の4月頃の配信で洞口さんが、あ、言っちゃった名前洞口さんが、はい、新年度になりましたみたいなことを言った後に、まあ私たちは進級したわけですけども、そうでない方もいらっしゃるわけでっていう風に留年した人いじってんのね。あ、その後の自分に回ってきたと。そうそうそう、あ、なるほどね。あ、じゃあここでいじっちゃうと、もしかしたら。そうだね、あんまりいじりすぎると、私 MC やったんですけど、でも分かんないよでもほら来年、ね、その人たちのこといじったわけじゃないじゃん。あ、もう一人のそのツッコミ役みたいな人がいじられてたからまあいいんじゃない。なるほどね、まあ、来年ね、もしかしたらあの堕落のプロセスみたいなのロケ動画を用意していないっていう役割課題をやってこなかったと。そう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 、あれ出演されてましたかね、出演日いつでしたっけみたいななんかわかるんだよね、留年してなくて、なんかそのあれみたいな、うん、え、あったっけそんなのみたいな、たまにあるね、なんかね、お互いの傷の舐め合いみたいな会話あるよねあるあるある、え、明日までだったよねみたいな、ならないようにしないとね、ならないようにしないとね。もう一つ、もう一つ、あのその原稿を見て、うん、進行していて驚いたことがありまして、うん、何かと言いますと、あの原稿には普通にここでビデオが流れるってちゃんと書いてある、うんうんうん、ちゃんと書いてある、ここで VTR を流す、うん、の後に大河原彩とコメントって書いてあって、うん、で私も普通に、あ、 VTR 作ってきたんだなと思ってありますかどうぞって言ったら、あのざまですよあれ提出日でしたっけ。だからあの瞬間が俺たち多分一番面白かった、一番面白かった本当にあの多分さ、多分あれはネタですよね、うん、でも本当に作ってきてないのかと思って一瞬焦ったんですよ。ああ、やばいと思って企画としてもうそこの説明も全然聞いてないわけ、全くゼロです、もう、あ、ここに座ってみたいないやー、これ先輩方はね悪いとこだよね、そう、これね、もういじめかと思うほど、そうそうそう、でもそう、それでも私は頑張った、頑張ったね、そういうこと、そうそう、それを流れないことを知ってたかのように振る舞って、うまくいった、あれは課題だったんですよとね、なんかどうでしたかみたいなこいつも鬼だなって思ってすごいよねなんかもう元から知ってたかのようにさ、みんなに話してくるからさ、そうそうそう、アドリブ力が試された瞬間でしたね。だからいい企画っていうかね、うん、いい機会だったと思うよ。そうですね、私の新たな一面を掘り起こしてくれた企画でしたね。しかもスーツが良かったね、うん、あれはちょっと事情があってスーツだったんですけどね。あってたね、そうそう、キャスター感出ててね、メガネもあのかけないとね、あのモニターが見えないから本当はそれのためにメガネいつもかけてるんですけど、なんかインテリのアナウンサーみたいな感じして、よかった、ありがとうなんかいろんな偶然が重ね合ってこう企画はまあ、うん、よかったっていうか面白かったよねみたいな、すごい笑ってくれたので、うん、もうちょっと物足りなかったね1時間くらいやってほしかったの、もっとやりたかった、まあ、まあでも来年以降は打ち切りっていうわけでね、それを願う、そうそうそうで全大学の名前をここで出してはいけない
なので、うん、まあ、学業の方も私たち頑張らねば。そうですね。そうですね。頑張りましょう。はい。まあ、これまで24時間配信の、この A がね、編集ポイントなんで、もう、めっちゃこれ多いの。A で。俺が。うん、わかる。はい、これまで24時間配信振り返ってきたわけですけども、まあ、来年もやるかどうかについてはまだ今話し合っている検討中ということで途中なので、皆様、来年もぜひ期待しておいてくれれば、ね、私たちもそれに向かってモチベ高く、ね、活動していきますので、はい、また24時間配信以外にも、先ほど説明した通り土曜日に毎週配信しております。あと、月末に生配信もやっておりますので、ぜひそちらの方もご覧いただければなと。はい、まあ、ラジオの収録が今ちょっと出しますか。タイマーですと、もう30分。あら、あっという間ですね。これでもう枠終わっていいくらいなんですよ。まあでもね、また今日はそうそう、たくさんのコンテンツがありますので、ね、はい、じゃあ次のコーナーに行きますか。はい、はいはい、次はお便り紹介のコーナーです。イエーイ、はい、視聴者の皆様から前回のラジオで、2つのテーマをこちらから出題させていただきました。はい、1つは、ゴールデンウィークの思い出ということで、まあ、こちらのテーマはゴールデンウィークちょっと過ぎてしまったし、そうですね、まあ、そのテーマに関するお便りも来なかったので、今回は割愛いたします。はい、実はもう一つのテーマがありまして、それは時間を忘れて夢中になったこと。お、まあ、我々24時間配信をこうぶっ通しでやれていたので、うんうん、まあ、ほとんどね、休めって言われてもほとんど睡眠取らなかったそうですね、うん、30分くらいは寝れたかなっていう感じかな。そうだ、ね、私は結構寝ました。結構寝たよかったよかった。いや本当はそれがいいんだよ。そう、寝なきゃいけない。結構ね、やっぱ難しいところもありますね。まあその24時間配信にちなんで、時間を忘れて夢中になったこと、うん、取り組んだことを、募集しておりました。今回もお便りがなんと届いております。おお、じゃあこれを、じゃあ小松さんに、はい、読んでいただきましょう。お願いします。はい、秋田県、秋田県、私も秋田県だ。おお、秋田県秋田市在住のごまみんさんからのお便りです。ありがとうございます。ございます。はい、私が時間を忘れて夢中になったことは、イラストやらキャラクターなどを描いている時です。もともと絵を描くのが好きだったので、音楽を聴きながら描いている時はご飯を食べることすら忘れるほどです。おー、すごいすごいすごいですね。パーソナリティの皆さんは夢中になると空腹に耐えられる人ですか、それとも一旦お腹に何か入れる人ですかっていう質問までいただいてしまいました。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ごまみんさん、前回もお便りいただいた方で、そうですね、はい、では常連さん、いやもう聞いていただけるっていうか、聞いてくれている人がいるっていうのでも、うん、だいぶこのラジオ、ね、励みになりますんで。そうですね。まあ、あと2回目続けちゃったから3回目も行きたいよね。行きたいね。うん。なので、ぜひまた次回も送っていただければなと思います。で、質問がありましたね。はい、パーソナリティの皆さん、まあ、私たちですね、夢中になると空腹に耐えられる人ですか、どうですかお二人は。私は空腹耐えるっていうか忘れてしまう。そう、あまりにも集中しすぎて、今やってることがとても楽しいってなると、ご飯食べるのがめんどくさくなって、ご飯で中断したくないなんかそれくらいなんか夢中になれることってお二人あるんですか。私は例えばゲームしてる時かな。あー、ゲームね、私もゲーム大好きですわ。あ、二人ともやるんだ。やります。あんまり最近はやってないですけど、うん、小学生の頃はピコピコしてましたね、結構。なんか意外な感じするな、二人なんかね、ゲームには全然疎いみたいな、勝手にそういう印象持ってたから。あ、そうです、全然ですよ。モンスターゲームとかやってましたよ。モンスターゲームやってたの。モンスターゲームやってます。マスだね、現在進行形でやってますね。なんか紅白の玉を、紅白の玉をモンスターに投げる、紅白の玉ぶつけるゲームやってますね。はい、ぶつけるゲームあとなんか村を開拓していくみたいなゲーム。ああ、なんだったっけ、動物たちと一緒に生物の森、生物の森みたいな感じのやつ。あ、もう
夢中になってやってました ね, やりましたね。おー、えいなさんはなんかタイトルありますか？なんだろう、なんか丸くてプニプニしている生物を4つ並べて消すゲームやってました。丸くてプニプニしてる。ああ、はいはいはい。あれ、はい、スライムみたいな、赤とか黄色とかの。ふよふよでしたっけ？ふよふよ、そうですね。プニプニかふよふよです。あ、だから、ね、そんな感じだったね。あれ得意なんだ。あれ大好きでした。ああいうパズルゲームってやれる？あれ好き。あの、テトリスは好き。あれ、名前言っちゃった。言っちゃダメ。あれダメ。棒とか四角を。棒とか四角を組み合わせて、あの下から消していく。ああ、やる。今もうスマホに入ってるくらい。私も入ってます。二人結構やるんだ。うん、やります。RPG もやるし、ね、パズルもやるし。うん、へえ、じゃあそういうゲームとかをやってる時はもうご飯はする。そうですね。寝るのも忘れちゃうパターンじゃん。あー、あります。私もこのごまみんさんと一緒で、イラストを描くの結構好きで、おお、なんか、なんですよ、存在してる物体は描けないんですけど、うん、なんか想像でなんか模様とかガーって描くのが好きなんですけど、すごい、あれ最高で描いたの夜の9時から朝の5時くらいまではぁー描いてましたね。何時間だ気づいたら明るくなってて、あれみたいな。8時間で、ね、8時間え、8時間なんか1枚の絵を描いてるの？1枚の絵を描い、あ、1枚っていうか、なんか飽きたら別の紙にガーって描いて、なんか違うなって別の紙にガーみたいな。それ手痛くならない？痛くない。8は飽きるよ。あの、ずっと、あの、もう途中であれでマッサージとか水飲んだりとかするけど、仕事じゃん、うん、けど、なんかご飯食べるとかそういうなんか長時間描かない時間はなかったから。てか、イラスト描けるっつうのもまたすごいね。逆になんか人とか物とか描けない。ああ。私は逆に人の方が描きます。模様が描けない。模様は誰でも描けるさ。描けないよ。模様って例えばどういうのを描くわけ？どういうの？これで描き始めたら小松このまま無言で収録が終わってしまう。なんか結構細かい感じ。細かいね。もし皆さん時間があればゼンタングルっていう単語で、ゼンタングルって単語で調べて、カタカナですか？カタカナです。調べていただければ、そんな感じの絵を描くのが好きですね。すごいな、気の遠くなる作業。確かにこれは意外な一面っていうかねそうだね、なんか集中してやらないと確かに描けないかもね、こういう絵はね。一回寝て起きたらもうその絵には二度と、なんか、ね、向かい合いたくない、取り組みたくないんだよ。あれ、エイナさんもイラスト描く？たまに、たまに描く。たまに描く。昔は好き、大好きで、お絵描きをしてました。おー、え、な、どういう絵描くんですか？どういう絵なの？なんか、人から頼まれて、これ描いてみたいな感じのを描くっていうのは結構やってました。なんか、私ほとんどアニメとかは見たことないんですけど、そのキャラクターを描いてって言われて、それを検索にかけて、あ、この子かって言って描くみたいな。うーん、それは模写じゃなくて、ちょっとあの向きとかポーズは変えて描くみたいな。すごい、すごいな。なんかそれもまたすげえな。何、人を描くって難しくない？なんかバランスが取れなすぎて、いやでも、うん、物によるかな。あの、服の柄を描くのが私はダメ、逆に。あ、小松とやってることが全然違うから。そうかな。装飾とかを描くのが、なんか2人協力すれば完璧な、そう、そうなりそうな気がする。なんかやってみようか。やってみようか。なんかコラボレーションしてちょっと絵描いて、服の柄を小松が描いて、背景を小松が描いて、人だけ私。いいね、いいね、それね。やってみよう。合作。合作。じゃあ、8時間かかるから。もう、それは、ダメや。俺、絵描けないんだよね。図みたいなのは描けるけど。なんかこう、端的に表す絵とか、うん、あの、ほら、先月の生配信の時のあの、ね、うん、隅っこにあったセンスとか、ああいうのは、できるんだよ。でこう、想像して描くとかが。そうだね、想像、あの、作る方の想像もそうだし、うん、なんかキャラクター的な絵は全くダメだね、うん、俺。私もそっちがダメ。へぇー。全
全然空間を捉えられないんだよね、なんか、うん、なんかね、外側は描けるけど、うん、目と鼻の配置で損しちゃうタイプ。なんかそういう考え方がない。うわ。意味がわからない。意味がわからない。外側が描ける意味がわからない。シルエットを描けるってこと。いや、あのね、外側までは描けるんだけど。顔の輪郭を描ける。輪郭まで。そう、輪郭まで描ける。でも。じゃあもうあと少し。目と鼻と口確か。そう、目と鼻と口。あれ。鏡見なみんな。無理だから。人の作りだ。一緒だからみんな。それこそアニメキャラクターとかキャラクター的なものは全然描ける。逆にこう美術とかでこうスケッチとかなんかそういうのは好き、うんうんうん、好きでたまに自分で描いたりとかしてるんだ、うんうん、よくあのペンの光沢なんか金属の光沢が好きでペンの先っちょのさなんか陰影をねそうそうそうあれをこうたまに描いたりとかはするけどいや逆にやらないそれは難しい難しいなんかみんな絵を描くベクトルが違うんで、うん、好きとかもできるでも、ね、3人とも違う3人とも違うそうそうそうだから逆に俺が描きたいのはそのイラストとかそういうね模様とかを俺は描きたいから交換しない何それゴマミンさんはイラストやらキャラクターなどを描いてる時って書いてあって、うん、多分私寄りなんじゃないかなとエリナ寄りかな多分そんな感じしますね、うん、親近感なんかどんどん、ね、よければあのなんだろうほらあるじゃんよく NHK って言っちゃってあよく教育番組とかで書いてくれたよみたいなそうそう送ってくれればね、あの猫型のちょっと声の低いキャラクターがさあーみーを書いてくれたにゃーんと思って言ってくれるじゃんうまいのが鼻につくいやぜひイラストも一緒に送っていただければ感想をね感想を感想そうイラスト送るコーナーじゃないかなあと何のイラストを描いて送ればいいのかもね確かに確かにまあ分かんないっていうか、まあ、そういうのはないけどうんそうだねなんか見てみたいごまみんさんの絵を見てみたいです、ねまあ、またあの来月ね、うん、まあ、来月もぜひ送っていただければなと思います、うん、あとは、まあ、私たちごまみんさん含めて私たちもあのいくら夢中といってもご飯食べないとかそうだね、うん、寝ないとかはもうないですねそれほど夢中になれることがないっていうのがあるかもしれない、うん、やっぱ眠気には勝てないかな勝てない、うん、人間だからねそうそうてか寝ないとまずい寝ないとまずい、まあ、そうなので、まあ、しっかりあの食事と睡眠と適度な運動は、ね、取るようにというか健康的な生活をコンフィさんも体を壊さないよう、はい、そうですね心がけていただければなと思いますはいはい、ではまあ、今回1通だけの紹介となりましたが、うん、秋田県秋田市在住のごまみんさん、ありがとうございましたありがとうございましたエンディングですはい、はいエンディングあっという間ですいやー、早かったあっという間だったな何分くらい経って収録時間50分結構すごい喋った、はい、なんか好きなこと喋ってたら時間経つのは早いですねうんまあ、あっという間にこの収録過ぎてしまいましたが、うんまあ、次回もあることを願いながら、はい、来月のお便りのテーマで来月のお便りのテーマを決めましょうはい、はい、いやー来月なんだろう今月6月なんで多分まあうまくいけば7月8月ぐらいの配信になるんじゃないかなという感じなんですが7月8月といえば夏だ夏休みですねもう夏が始まるよ夏が来るもう最近も暑かったり暑い日もありましたからね、うん、そうそうそう七夕もありますね7月だそうですねああそうだあれ七夕誕生日なんでしょそうですおーエリナはおめでとうあれまだだよあなんかここで済ましちゃうめんどくさがるな7月7日は七夕そうですねでさらに何がある山の日なんか七夕祭りないっけ七夕は仙台は8月にありますあ、8月にあるんだあれへそうなんですよ宮城県全体が私の誕生日祝いを拒否してるスタイル
別にそういうわけではないし、たまたまはあなたの誕生日を祝うためにあったわけではないから仙台は旧暦でたまたまそうやっているので、へー、8月ですね。8月か。でも七夕のやついいね。いいね。お願い事。お願い事しちゃう？しちゃう、しちゃう、お願い事。お願い事しちゃう？お願い事いいね。こう超ベタだけど、お願い事しちゃう？あ、じゃあ、でもね、七夕でね、俺ちょっとやめてほしいっていうか、うん、なんか NG お願い事にしたいのは、うん、世界平和。あ、もうそれは、世界平和。あれギャルにしても寒すぎるんだよね。それはもう来たとしても紹介はしない。うん。世界平和って送るリスナーさんいるかな。あー、わかんないよ。なんかどうしてもイガヤムラジオにいるかどうかわかんないけど、イガヤムラジオに送りたいっつって世界平和です、俺たちなんて反応してるかわかんない。そうですね、それはみんなの願いだって言って終わる。そうですね、では貢献していきましょうみたいな。では次のお便りです。そうそう、そういうことになりかねないんで、じゃあ NG お願い事は、はい、世界平和。規模が大きすぎるものはちょっと、まあ、イファイアムもお願い、願いではあるんですけどね、世界平和、うん、そうそうそう、なんて欲しくなるわけじゃなくて、うん、規模が大きいんですよ、うん、ちょっと俺たちでは対応しきれないよ ね、 そうだね、こんな少人数じゃどうにも、そうですね、うん、もう思いを馳せきれないところがある。いや、いいことなんだよ。いいけども、うん、でも反応しにくいよね。そうだね、みんな幸せになりたいよ。うん、そうだよ。そう、幸せになるためにみんな生きてるから。そうそうそう、詳しくね、うん、詳しい内容、個人的なものを、ね、なんか覗いてみたいなって思います。そうだね、私利私欲にまみれた願いの方がなんか俺たちとして面白い。いいね、うん、そうですね、お金が欲しい。いいね、そう、お金が欲しいとか、お金欲しいとかね。そう、なんか具体的にさ、うん、お金が手に入ったら、まあ、こういうことに使いたいみたいなことも添えていただけると、うん、ね、本当個人的でいいです。うん、話膨らむからね。そう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 、安いので、じゃあ二人のテーマ決定しました。はい、7月七夕ということで、あなたのお願い事はで、 NG なのは世界平和とみんなの幸せ。で、できればね、私利私欲にまみれた中の組織みたいなね。具体的にというか、うん、そうだね、本当にもう自分の願い、うんうん、あ、みんなのためにとかはもういいから。将来なりたいものとか、そうそうそう、そうですね、を、送ってきてください。で、あとは8月、まあ、夏も終わりですので、夏休みの思い出を、うん、皆様から募集したいと思います。いっぱいそう。はい、メールの方はですね、メールアドレスは egao311@gmail.com、egao311@gmail.com に送信していただければと思います。件名に、どこ在住なのかと、あとはラジオネーム、まあ、ニックネームですね、うんうん、を、書いて、まあ、あの本文の方に、まあ、そのテーマに沿った投稿を、うん、投稿文を書いていただければと思います。はい、お便りが来ないとこのラジオ終わってしまうので、はい、皆様ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、では、まあ、ちょうどいい時間帯になりましたので、そうですね、今回の感想をちょっと一言ずついただきたいと思います。じゃあ小松さん、どうでしたか今回のラジオ収録。ラジオ収録自体がもう初めてなんですけど、はい、なんかこういいですね、こうアットホームな感じで。確かに、なんかこう画面の前に出るようなテンションっていうか、こう気の持ち方じゃなくて、こうもうちょっとリラックスして話せたので、よかったなって思いますね。話しやすかったですね、はい、いや、ありがとうございます。どうでしたか、イナさん。はい、こう元から話す内容がそんなに細かく決まっていないので、私も生配信の土曜月末のみんなの前に出るよりは自由におしゃべりをできたのがとても楽しかったですね、うん、あの本当に好きな、おしゃべりが好きなので、こういう風にみんなと楽しく意見交換ができたりするのはとてもいい機会だなと思いました。お便りも読ませていただくのがとても楽しみですね。おう、じゃあもう2人とも、ね、次回以降も出ていただける、ぜひレギュラーになりたいレベルで、楽しい楽しい、
まああのね、あの私が引退ね、もしかしたらメインパーソナリティ交代させられるかもしれないので、まあ候補はたくさんいるということで、まあ、お二人とも楽しんでいただけたようで、ぜひまた呼んでいただきます、はい、嬉しい限りでございます。呼ばれなくても行きます。あ、ではよろしくお願いしますはい、そうですね、まあ、このラジオはあの普段よりもこう日常に近いイフアイアンメンバーのこうおしゃべりって言われたね、こう、まあ、トークをお届けするというものだったので、まあ、今回もうまくいったのではないかなと私も思っております。はい、じゃあ次回誰に来てほしいですか。次回は前回 K さん呼びたいって言ってたけど、今回参加してないので K さんか、うん、翔さんの話も、計算翔さんあたり聞いてみたいかな。あの2人セットにしたいね。セットにしてみたい。てかあの2人だけでいいんじゃないかメインパーソナリティを任せちゃう。そうあ、じゃあ、まあ、前回ね出てほしいって言った計算と、あとはまあ梶原さんの2人をそうですね、呼びたいな、呼んでみたいな、聞いてみたい、聞いてみたい、やってみたいですね。はい、じゃあその2人がもしかしたら次回、このラジオに来てくれるかもしれないので、まあ、次回もお楽しみにということで、はい、はい、では、まあ、長々と喋ってしまいましたが、ついにこのラジオ終わってしまいます。何？終わりです。早いな、ね、1時間っという間。もうこれから講義です、私たち。あー、やだ生配信、あの、うん、月末の生配信は長く感じるのに30分が、うん、ラジオは早い、はい、そうだね。緊張してないからかな、うん、だってこうでリスナーさんがいっぱい周りにいるんじゃなくてマイクに話しかけてる。あーそうだよ、ね、マイクさんしかいないから、うん、まあ、あと顔見知りと、うん、ね、あとはまあ切れるからね編集が可能だから、まあ、だいぶ楽だよね。まあ、生配信とか動画の方もね、みんな頑張っていかなければならないけどね。はい、じゃあこのまま長々と続けてしまうと講義にも遅れてしまうので、はい、では、If I Am ラジオ本日はここまでということになります。視聴してくださいました、まあ、視聴者の皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました、次回もお楽しみということで、お別れの挨拶といきましょう、はい、それでは皆様さようなら。さようなら。